教育は洗脳ではないですから、この一つの考え方に染めてしまうということは決してやってはいけない。自分で考えて自分で判断して自分で結論を出すことができ、その結論に基づいて自分で行動することができる、そういう自立した人間を育てるということが教育の目的ですので、この、まあ、洗脳ブレインウォッシュといったり、あるいはその教え込み、これはこうでなきゃいけないんだと教え込んで、もうその、まあ、信じ込ませると、まあ、まさに戦前の教育はそうだったわけですね。もうあの国のために死ねと言われたら死ぬだみたいな、まあ、政治だったわけ、政権だった、教育だったわけですから、こういった教育にも戻っちゃいけないんだという意味でですね、この新憲法下における教育、公共の権利のこの教育の中身というのは非常に大事だという。